カトリーン・ギスリンゲは、デンマークのピアニスト。6歳で、ピアノのレッスンを始め、1990年に、コッペンハーゲンのデンマーク王立音楽院で卒業後、ニューヨークのセイモアリ・プキン、エールのボリス・ベルマン、ロンドンのピーター・ホイ・ヒトバンガーと一緒に学んだ。近年、バイオリニストのジドン・クレーメルや、ドイツのピーター・セン・ストリング・カルテット、チェリストのジアン・ワン、チェリストのマーク・コッピー、 フルート奏者のエマヌエル・パユ、バイオリニストのオーガスティン・デュメイバイオリニストのジェラールなどの国際的なミュージシャンとの室内楽共演を始めた。個性、及びなどの国際映画祭でのソロコンサート、フェスティバル・インターナショナル・セルバンティのメキシコで、フェスティバル・ド・ラジオ・フランス・ラ・モンペリエとロッケン・ハウス室、内楽フェスティバル、とりわけによって行われソリスト演奏エリクラス。 いわきひろゆき、マイケル・シェンバント、オッコ・カム、ハイン・リヒ・シフ、カート・サンダー・リング、アダム・フィッシャー、シルバン・カン・ブレリング、グスタボ・デュ・ダメル。1999年、ドイツのグラモフォンに CD、ピアノ作品を録音した。これは、このレーベルに最初に録音した、デンマークのピアニストとなる。モーツァルトとベートーベンによるすべてのコンサートを含む、 古典的なレパートリーでの仕事で知られていますが、シューマン、ショパン及びチャイコフスキーによるコンサートを演奏するロマンチックなピアニストでもある。2006年と2008年にはチボリ国際コンクールの審査員を務める。いくつかのテレビ番組や映画、例えばデンマークのテレビ番組スマグズダマンに出演している。ありがとうございます。